ええー、こんにちは。そっか、じくろくぼです。えー、今回ですね、どう頑張っても金持ちになれない職業は何ですかという質問に対しての回答になります。これも今まで何度もお答えしてきたわけなんですけども、改めて、令和4年夏8月バージョンで答えさせていただきます。結論。それは全ての職業です。はい。私の知る限り、民間企業はもちろんですけども、公務員などを含めて、頑張れば必ず収入が増えるという職業っていうのは、 存在しないと思います。もちろん数百円、数千円、数万円単位で給料を上げることはできるでしょうけども、まあ金持ちっていう概念をどう考えるかですよね。 例えば、年収1000万っていうのは別に金持ちではないんですけども、仮に年収1000万以上といった具体的な収入ラインを設定してあげてもいいんですね。周りの人と比べて相対的に収入が多いという定義でもいいんですが、まあ過去にはね、頑張ればなんとかなるっていう精神論のもとにビジネスやスポーツやまあ国同士の戦いっていうのがあったと思います。とにかく頑張ることを良しとしてきた考えがあったんですよね。で、頑張ることを否定するっていうのは、なかなかね、あのー、 入れないいとところがあったと思いますけどども実際ううでしょうかね会社の人事評価では、あの、いろんな評価の、類があるわけですけども、個々人の頑張りを評価するものってのは別にないわけですよ。この人頑張ったから給料あげようねとか、この人頑張ったから役職あげようねっていうのは全くありません。えー、だから全ては結果なんですよね。結果っていうのはどういうことかっていうと、例えば収入だとかね。収入っていうか収益か。どのぐらいこの人は利益を出したでしょうっていうのは数値化できるわけですよ。 どのぐらいこの人はお客さんを呼んだかっていうのも、これも数値ができるわけですよね。で、そういった数値ができるものが公平に結果に結びついて、それがリターンされて、その人の給料にプラスアルファってなるわけなんですよね。だからこんなに頑張ってるのに給料が上がらないっていうのは、頑張っても給料上がらない人っていうのはほとんどなんですよ。ただ頑張るだけなんで。 で頑張りっていうのは自己評価ですからね他社が評価する頑張りっていうのはもっともっと高いレベルで求めてるものがありますんでだから収入を増やすにはね会社利益への貢献を増やす必要があるわけなんですよ会社利益が頑張りでなんとかなるかといえば残念ながら答えはノーですまあつまり会社から見ると頑張ってるかどうかっていうのはあんまり重要じゃないんですよ逆に頑張らないけども営業成績がいい人とか頑張ってないけどお客さん集めれる人とか頑張ってないけども新しい商品どんどん作れる人の方がいいわけじゃないですか ね、その頑張ってない本人も楽だし。でも頑張ってのに結果が出ない人っていらないんですよね、結構ね。でもそれを美徳とするような概念は長い間ありました。ここがだから真実と事実のあの、乖離なんですよね。まあ頑張らずに言い方を変えれば無理せずに常に平常心のまま健康で毎日継続して活躍し続けてくれる社員の方が実際価値が高いんですよね。頑張らなくても大きな成果を上げられる能力を持つ人を目指して やっていいいくしかないのかななのと思います、まあ、唯一金持ちになれるはしごがあるとしたら頑張らなくても無理をしなくてもちゃんと人並み以上の成績が出せる人のことじゃないですかね頑張らないと結果が出ない人って頑張り続けないといけないから途中で、えー、オーバーヒートするってことなんですよはいじゃあちょっとね身も負担もない話ですけども私の見解はそんな感じです、まあ、ですんでね あの、従業員でいる限りはなかなか難しいと思います。リスクコントロールされてるんで。できれば自分が頭になってことを起こすのがよろしいかと思うんですけども、いかがでしょうか。